はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーション代表のミキゾウでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日は内田勝則先生、ヨガ解剖学講師の内田勝則先生にご登場いただきます。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はもう夕方でございますので、今日は一日長丁場で講座をしてもらった後にお時間を取ってもらいます。もうお疲れ様でございます。はい、ありがとうございます。せっかくなんで今日も何本かちょっとあのためになる話をお聞きしたいなと思うんですが、ちょうど今月来月とまたアナトミック骨盤ヨガ、はい、アナ骨ですね、通称、はい、ありますよねということで、そもそもそういえばと思ってね、今日ね、このアナトミック骨盤っていう、骨盤っていうキーワードあるじゃないですか。はいはい。これ、まあ、先生の講座にもアナトミック骨盤ヨガってついてるし、はいはい、椅子を使ったチェアアナ骨っていうチェアアナトミック骨盤ヨガもあるし、はい、骨盤っていうのって、まあ、内田先生の中でも結構セラピーの講座にも骨盤編っていうのがあるじゃないですか。うん、まあ、これ実は内田先生だけじゃなくて、いるがえってこう、僕19年ヨガの世界いるじゃないですか。はい、こう、紐解いていくと、まあ、これなんかこう、聞こえ方はね、なんか注意しなきゃいけないですけど、なんか、骨盤ってついてるプログラム、多い説。うんうんうん、多いですよね。まあ、すなわち、はい、骨盤をつけると、こう、なんか、人が、来るというか、まあ、裏方のこれ、はい、やらしい聞こえ方になりたくないんですけど、うんうんうん、なんか骨盤ってつけるとなんか引きがいい説ってやっぱりこの10年ずっと10年以上続いてると思ってて、はい、なんでこう骨盤ってなんか人はそんなに引きつけられるのかっていうなんか変な聞き方ですけど、はい、なんか骨盤っていうキーワードの秘密みたいなのを今日専門家の立場から言うと、どんな話が消えるのかなみたいな。あ、はいはいはい、みんな大好き骨盤の話みたいな。みんな大好きですよね。はい、まあ、肩も、うん、ね、なんかですね。いいですよね。はい、だからまあ肩甲骨もありえるんですけど、まあ、骨盤がね、骨盤矯正、骨盤調整、骨盤底筋みたいな、もう全部なんか骨盤がつく、まあ、骨盤か、骨盤っていうじゃん、骨盤。はいはいはい、これなんか秘密あるんですか。いや、やっぱり単純に一つは、まあ、女性も男性も生殖器が骨盤の中にあって、はい、で、まあ、そこにおいて、まあ、圧倒的な不定愁訴と呼ばれるような、うん、病名がつきそうでつかないような悩み事、まあ、例えば下半身の冷えとか、うん、要するに生理痛 PMS 含めたもの、女の方だったらとかっていう部分がどうしても、はい、大きな部位で見たら骨盤周りっていうのが出てくるので、はい、尿漏れとかも含めてね、そうすると当然どこで見るかだけど、まあ、膜で見れば骨盤の筋膜で見ていくのか、はい、もしくは筋肉で見たら骨盤底筋になるのかとか、はいはいはい、そういう形になるんで、なんていうのかな、やっぱり悩みが多い場所、不定愁訴というものの悩みが多い場所がどうしても骨盤周りに集中しているとか、うん、原因がありそうだっていうところが一つこう引きの強さでしょうねっていう感じはあります。はい、ちょっと具体的に例えば骨盤周りの不定愁訴ってどんなものが挙げられるんですか。例えば、まあ、尿漏れもそうじゃないですか、うん、っていうところとか、うん、頻尿、まあ、含めたもの、はい、それからいわゆる下半身の冷えとか、うん、それから、まあ、生理痛含めた女の子のこの生殖系の、まあ、卵巣とかも含めた悩みとか、うんうんうん、男性だったら今度は ED とかも出てくるのかなっていう部分だし、なるほど、うんうん、あとは単純に何だろうな、座り仕事が多くてお尻がしびれるけどとかっていうので、はいはい、まあ、昔っていうか一昔前だったら座骨神経痛で終わってたものが、うん、今はもっと細分化されて、もっと骨盤のインナーの筋肉に原因があるんじゃないだろうかとか、神経の問題じゃないだろうかっていうような形で、うん、上げ出すと多分今言っただけでもバーンと出てくる感じで、なるほど、キリがないんですよ。まあ、股関節周りの痛みとかも全部関係しますよねって感じでした。うんうんうん、じゃあそこを、まあ、解剖学的なアプローチで、まあ、先生はメソッド化したり、まあ、講座にしていただいたりっていうところで、はいはい、まあ、いろんな講座やってるじゃないですか。はい、まあ、言える範囲で結構なんですけど、例えばアナトミック骨盤ヨガもう 4,5 千人のヨガの先生とかね、うん、予備軍が受けてっていう、もう10年以上続くロングランメソッドというか、はい、
何をやってるんですか、実際に。実際にやってるのは、あの骨盤そのものを動かすんじゃなくて、骨盤周りの筋肉、まあ、もしくは骨盤周りから中に熱を作るための動きで、股関節の動き、背骨の動きをこう使って、まあ、コンディションを上げていくとか整えていく、まあ、もしくは、今度は自律神経という観点において骨盤周りのちょうど、まあ、ここですよね、この骨盤の中心にある仙骨という骨のこの穴の、まあ、こういったところから、副交感神経という体を落ち着かせる神経が、ちょうど中に入ってきているような状態があるので、はい、ここにアプローチをかけることは、まあ、逆にそこに刺激をかけるとか神経の側通をさせるとかってことは、あのヨガの中で可能だと思うので、そういったことをしている、まあ、つもりですと。それはあのなぜなら実験をしてデータが出たわけではないので、検査、あのヨガの中 の、 あのこういうふうに変わったよっていう形の中で自信を持って、まあ、提供してるよっていう感じ。なるほど、はい、逆にね、そのメソッドとしての、まあ、一つあのワークショップなりクラスなり、あの骨盤系のヨガクラスって内田先生担当いただいてますけど、今度、はい、あの座学というかね、そのなんだろうな、ヨガ解剖学講座の中に、なんかヨガセラピーっていうカテゴリーがあり、ありますね、それで骨盤を学びましょうみたいな講座があるじゃないですか。はいはい。これって別にクラスじゃないじゃないですか。クラスじゃないですよね。ね、座学じゃないですか。これは何をやってるんですか。もともとが、まあ、手前味噌の話ですけども、骨盤セラピーというのがあって、その枠の中で、一つ、じゃあ、セラピー全体、これは別にヨガだけではないので、でその中の一つとして、仮に骨盤セラピーの知識をヨガに使うならどうでしょうかと、それをまあ2、30分入れていたものを引っ張り出したのが、アナコツ、アナトミック骨盤ヨガなんですよ。はいはい、そう考えると、セラピーってもっとアナコツよりも広くて、はい、なんですかって言ったら、どうしてもやっぱりヨガだけではできないものっていうのも僕はあると思っているんですね。で例えば逆に言うと、針ではできないことっていうのもあるし、うん、っていう部分で、お互いが補完できるようなことがあったらいいなと。それで、うん、セラピーの中でお伝えできるのは、まあ、針を使うことはできないけども、手を使う、手の技、これはある程度、法的にもまあ許されるだろうと。マッサージとかいう言葉を使わない限りは、うん、っていう部分で、押す刺激とかほぐす刺激とか、あのいったものをちょっとお伝えさせてもらうことで、うん、ヨガプラスアルファ の、 まあ、医学と言い切っちゃうとおかしな話になってしまうんですけれども、それに近いことは、あの逆にまた整形外科でできないエリアっていうのがあると思うんですよ。その人も自分たちでフォローできることが相当できるんじゃないかなっていうのは、うん、まあ、思ってやり始めてて、実証できるかなっていう感じはすごくあります。なるほど、はい、このいわゆる手技ってやつですか。はいはいはい。これって自分で自分の体を触る、それとも先生が生徒の体を触るんですか。どちらもある程度できると思います、骨盤周りは。自分でもある程度抑え押すことも、例えばまあテニスボールでもいいですし、うん、そういったものを使うって、ほぐすこともできると思うし。なるほどなるほど。先生方が、クラスの、例えばクラス前にそういうことをすることによって、うん、1個はあの温かみが出るとかね、プラスアルファとして、はあ、プラス使い、ツボって不思議なんですよ、うんうん、あのツボを押すことってね、はい、実はこれ、はい、あのちょっと話がずれてしまうんですけども、ちょうどあのもう十何年前に京都の方でも東京でもやったことあるんですけども、ツボと筋肉を使って首周りもしくは頭周りのマッサージをしようみたいな、マッサージという言葉はちょっとおかしな話なんだけど、うん、分けてやったことがあります、はい、同じ場所を押すにしても、うん、何々筋でアプローチをした場合、うん、押しましょう、うん、今度は同じ場所なんだけどツボとして押しましょうって言った時の反応がまるっきり違うんですよ、うん、というとツボってもううわーってなるんですよ。で僕は本当にあのなんていうの、バイアスをかけて伝えるわけではなくて、はい、何々筋でやったらその何々筋の中を押していけばこういうツボがあるよっていうことでやってるんだけども、
筋肉でやってる時にはまあまあ気持ちいいねぐらいなんだけど、これがツボに変わるとなんかもう なんつうんだろう、遠足行ったみたいなはしゃぎ方っていう、うわーってなって本当に不思議だなと思って、そのツボってそういう人に元気を与える効果もあるっていう、いわゆる二次的なものも含めて、例えばですよ、極端なことったらそれをね見る人が見たらそんなもんプラセボじゃねえかと、プラセボっていうか、まあ、偽作用じゃないかと言われるにしても、はい、では逆にお聞きしますが、薬でこうやって元気出ますかって逆に僕言いたいんですよねっていうのがあって、そういうのがあってもいいじゃないかっていうところでセラピーをお伝えさせてもらってる感じです。な、はい、まあ今ね日本ではセラピーっていうものが割とちょっといろんな捉え方がされてきて、あんまり定義がパチッとピントが合ってない20年を過ごしてきてますけど、はい、いろんなものが解明もされてきてますよね、随分、はい、そうですよね、うんうん、だから、うん、そのぼやっとしてたセラピーっていうものがピントが当たり出したからこそ、今それそっち系興味あるヨガの先生とか特に多いですよね。あ、めちゃくちゃ多いと思います。ですよね、うん、はい、なるほど。まあこのチャンネル自体はヨガの先生が非常に多い視聴者たくさんいらっしゃるので、そのヨガの先生が今後そのまあ今日セラピーを深掘りするとセラピーの話になっちゃうんですけど、はい、その骨盤っていうものの理解をするっていう、まあ、意義というか、はい、まあ、その先にあるメリットでもいいんですけど、どういうことが言えますかね、実際にいろんな現場を見てこられて、はいはい、うん、骨盤、例えば骨盤底筋ということに関して言っても、本当にまだまだ結論っていうのかな、解剖学的な結論はある程度見えているにしても、うん、全体で見ていくと全くなんか一部をそれぞれの分野が切り取っているに過ぎない部分っていうのがあるんですよ。なるほど。例えば骨盤底筋を主張している方、主張というか提唱している方、全然間違いじゃないんですけども、そこにさらに筋膜を合わせると、いや骨盤底筋ではだけではなくて、具体的に言うと深層外旋肋筋のない閉鎖筋なんて筋肉とつながってくるぞとか、例えばですよ、そんなようなことを見ていくと、骨盤の持つ可能性とか、骨盤から来る腰痛とか股関節とかっていうものに対しての自力で治せるアプローチ、まあ、もしくは一体複数だけどヨガクラスを生体クラス的なアプローチをすることができるんじゃないか。なるほど、分かりやすい、ね、いるんですよね僕はっていう感じです。これって、はい、別にヨガをまあ一般的に普通にやってる中でも、別に骨盤に全く作用しないかって言われると作用するポーズだってあるわけじゃないですか。なくはないと思います、はい、ですよね。それってなんかどうなんだろう、もう先生たちはもしかしてその RIT とか指導者養成講座をまあ出て、うん、もうできてるって思ってる人も多いんじゃないかなと推測するんですけど、はい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 、その、うん、新たに骨盤にフォーカスした学びとか、そのメソッドを覚えるのって、その前者と後者で、その具体的に何が変わるのかっていうところって、なんかこう、受けた人しかわからないじゃないですか。はい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 。なんかそこって、どう見えてます？内田先生。いろんな人教えてると思うんで。はいはいはい、はい、うん。ですね、まあ、やっぱりね、一番近々のリアル話でさせてもらうと、はい、骨盤からちょっと離れちゃうので、股関節のセラピーを、ちょうどまあ、うん、祐天寺のスタジオで現地開催させてもらったことがあって、はい、最近ですね、うん、で来てくれた方も、まあ、僕も思ったのが、この3次元の感覚だけは、まあ、どうしてもやっぱりズームではちょっと通じにくいっていうのがあって、まあ、現地開催したんですけども、はい、その時に多くの方に言われたのが、僕が言葉で言ってね、この1ミリが効くか効かないかが全然変わるんだよみたいなことを伝えたんですけども、その部分が言われていることがすごい分かったみたいな感じ。あ、もう本当にこの1ミリなんだよねとか、まあ、1ミリというか、まあ、もうちょっとまあ大げさって言えば大げさかもしれないけど、そういうこの数ミリの、例えば太ももを下げる上げるとか、太ももを外に回すとかっていう、いわゆるアライメントっていうところを、まあ、見る力とか、うん、アジャストする方向とか、聞かせる言葉とかっていう部分は、多分経験値を積んでいかないとということですよね。はい、できないと思います。なるほど。はい、いや、まあ、ご視聴いただいている皆さんにこう我々の真意が伝わればなと思うんですけど、やっぱりこうヨガの学びってこう200時間の RIT とかだけではやっぱり
限られてます。正直200時間では足りないです、うん。圧倒的にそれは難しいので、だから継続的な学びをしていく必要があるっていうのは、もちろん皆さんご存知だと思うんですけど、何を学べばいいのってところをめちゃくちゃ聞かれるんですよ。やっぱり僕の立場として。その時に、野心的なね、裏方のこういう冗談半分で言いますけど、やっぱり骨盤って、キーワード引きがありますし、ね、先生たちが骨盤系のクラスをね、持てるようになったら、まあ、ビジネス的にも成立しやすいし、今、それこそ、YouTube がもう各インストラクターのライバルになってるんですよ。ああ、うん、もうすべてのヨガインストラクターは、ヨガインストラクター同士がライバル同士になるんではなくて、実は無料で見れる YouTube が最大のライバルであるっていう現状がヨガ業界に、まあ今、目の前に起こってる課題で、でやっぱり今後は現場とかね、もちろんその先生のオンライン講座とかに行かないと受けれない、うん、来てくれないと提供できないっていうような、まあ、特別なメソッド、特別な時間、特別なもう役務の提供っていうものが急務であるっていう時に、やっぱり骨盤っていうのはいいキーワードになるんじゃないかなと、うん、まあ、三木蔵は勝手にこう思ってるわけです。はい、で一過性のブームなのかなと思った時もあるんですよ。骨盤ブームってもうすごい時期あったじゃないですか。うん、はいはいはい。だけど、結果、十数年続いてますよね。うん、うん、続いてます。ってことは、ちょっと男性からしたらもう計り知れない、その、なんかまあ、女性9割の業界でございますので、うん、骨盤っていうものが非常に重要なキーワードなんだなっていうことはもう立証されてますので、うん、まあ、先生じゃない問わず、要は実践者、すべての実践者にですね、骨盤の知識を深めていただければな、そういうメソッドを身につけていただければなという思いで、はい、今日は骨盤について、内田先生の専門家にね、聞いてみましたという。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そんな内田先生の骨盤系ヨガクラス、はい、アナトミック骨盤ヨガワークショップだったり、7月末、8月には、それを椅子を使ったチェアアナ骨っていう、これはね、現場で学べる指導者養成講座がね、いよいよあって、まあ、あと定員4、5人で確かいっぱいになってしまうというところだったと思いますので、概要欄はこちらに載せておきますので、一回その、今日お話しした、普通のヨガとは違う骨盤にフォーカスした整体の要素も入ってくるよ、セラピーの要素も入ってくるよっていうような骨盤を主軸にしたヨガクラス、一度体験されてみませんかということで、概要欄にすべて載せておきますので、ありがとうございます。はい。はい、先生、ありがとうございました。非常にわかりやすい。ありがとうございました。はい。はい。それでは皆さんまたお会いしましょう。では、ね、失礼します。